はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、こみです。はい、のぶりんです。ピンポンパンポン、ゆずぽんです。初登場、天藤けまです。はい、絶対ない骨がっぱです。皆さん、8月と言ったら何ですか？8月、スイカ。スイカ、カブトムシ。はい、今回は夏といえばね、今皆さん絶賛夏休み中なんだと思うんですよ。宿題に追われている頃かと思いますが。そうですね。え、宿題って最終日に追い込んでやって間に合わなかったってやつでしょ。そう、最終的に燃やしたやつじゃないの。一番宿題でめんどくさいのってね、絶対ね、絵日記なの。そうだね。そうだね。なるほど。最後の最後まで残る率ナンバーワンとツーあたりだよね、どっちかでね。自由研究といい勝負だよね。そう、自由研究と絵日記と読書感想文でね。どうせどのページも青空しか書かないんだよね。そうなっちゃうわけなんで、今回はマイクラの世界で夏休みの宿題絵日記を、なんて言ったらいいの、討伐しちゃダメだね。討伐はしちゃダメだな。制作じゃない。そうね、マイクラの世界で絵日記を作っていきたいと思います。思います。イエーイ、やるな。というわけで今回はね、2チームに分かれて、お好みのぶりんチーム、略しておこのぶかな、とゆずぽんと甘とうけまチーム、略してけまぽん、分かれてやっていっていきたいと思います。イエーイ、どんどんどんパッパッパク。あ、飛びすぎた。イエーイ。宿題なんでね、あの提出期限があります、皆さん。最終日の期限切れてからじゃダメですか？期限切れてから1週間くらいはちょっと猶予欲しいんですけど。いや、ダメです。なんでかって明日投稿日だからダメです。結局最後まで貯めちゃった。なんてことだ。あと30分で作って骨がっぱ先生に提出しないと我々2学期単位がございません。はい、早しろ。卒業できない。やばいな、やばいな。最終日、最終日に宿題をやった絵日記書いちゃダメですか？ダメですね。ひどすぎますね、あまりにも。ダメか。ちょっとバーベキューの燃料に、燃料にね、絵日記をね、丸めてくしゃくしゃぽいって言ってね、火つけてねって、おい、乗るの大変なんじゃ。乗らなくてよかったよ。乗らなくてよかった。入りが長いんじゃ、入りが。行きたいと思います。イエーイ。では、レッツゴー。レッツゴー。それでは、夏休みの絵日記作り、よーい、ドーン。どーん、行くぞ。行くぞー。はい、行くぞ。オッケー。え、何を作る？そうだ、何作るかなんだよ。水辺欲しいよね。夏っぽさって言ったら、水辺欲しいなって思ってる。うーん。なんか夏休みに一番最初に思い浮かべるのは海だけど。そうだね、海だね。あ、はいはい。あ、そこいいな。そこいいな。オッケーオッケーオッケー。ここにしよう、ここにしよう。やべえ。オッケー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 。どんどん行くぞ。どんどん行くぞ。じゃあまずどうしますか。はい、行きます先生。じゃあスイカ割りでもしますか。ちょっと待って、ケマちゃん。はい。スイカ割りするなら浜辺じゃない。浜辺ですか。じゃあ浜辺に行きます。まず夏といえば海か山かじゃん。なるほど。テーマを何にして取るかだけど、それはスイカ割りでいい？いいんでですか。よっしゃ、スイカ割り行くぞ。よっしゃ、行くぞ。海だ。うわー、浜辺がねー。ジャンピング、よし。先生、海気持ちいいです。はい、わーい、海は気持ちいいです。作るのに3億年使います。え、ちょっと待って、一回空飛んでさ、ちょっと地面あるとこ探そう。はいはいはい。あった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 。ああ、違う、俺お好みとどぶにいるわ。あの二人も砂浜作ってる。ああ、じゃあ横借りを横借りちゃおうよ。借りる？横借りちゃおうよ。バレるよ。横借りちゃう、借りちゃう。スイカ割りしてるのバレるよ。オッケーオッケーオッケー。本当にねえ、やっちゃい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 。海ってなると限られるよな。あ、なんかケマがここにいる。ええ、かぶせに来た。かぶせに来た、あいつら。待ってこら。え、かぶせに来ることある？ガチで来てんじゃん。ええわかんない、わかんない。ずるいぞ、あいつら。え、どうすかな。夏休みで海で限られるじゃん。とりあえず、とりあえずビーチパーサルと売店。うん、そう、売店は俺も欲しいって思った。いや、何すんだろうな、あっちが。森行きそうだな、海来てるから。偵察来てるってことは相手のものを。あの二人が海だったらさ、うちら海じゃない。こっちは山ですか？じゃあ山行きますか。どうしよう。山って何ですか？山って何がある？カブトムシ。あ、キャンプ。カブトムシ。キャンプ。テント作りますか？テント作れるの？テント頑張ってみます。ここをキャンプ地とする。その画角だとしたら、店はどこら辺がいい？店はこうして、だから、お、いいいい、そのあたりいいと思います。はい、OK。 そしたら床は、何の店にする？かき氷とかがいいんじゃない？かき
き氷とかはまあ作れるからと、アイスだとしたら、バニラと一致、バニラでしょ、バニラかな、バニラは、ここは何ですか、焚き火を作ろうかな、あ、オッケー、はい、それだけでできるの、え、だってこれだけでよくないこんなに土いらんやん、で、とりあえず俺はあのこう寝っ転がるやつを作りたいなと思ってて考えてんだけど、パラソルだったらね、あのね2つ作って真ん中にパラソルを置きたい、パラソルはまあ夏だとしたらまたやっぱ赤白になっちゃうけど、これ赤の方がいいな、主な色、あ、もうちょっと高さ上げてもいいかもしれない、あの玉遊びで、これどうやったかな、炊事場作るはゆずぽん絶対できないけど、不安でしょ、大丈夫かなあ、犬が、犬じゃない、犬こっちが、こっちが犬になります、というわけで一旦終わったんで、はい、骨の、ね、はい、評価タイムに入ります、いかがでしょう、はいはい、じゃあまずとりあえず提出順にケマポンからかな、はい、はい、先生遅れてすいませんでした、まあまあまあよかろう、12分ぐらい遅れてたけどね、課題がフリーズしてあ、もう評価基準、評価基準はどうが出てんだっけ、下にねテロップで今こんな感じで出てるので評価していきましょうかね、まず夏っぽさから、うん、やっぱ手に持ったスイカとベンチキャンプファイヤーはなかなか夏なんじゃないですか、でしょ、あとなんかわしの個人的にキャンプは夏だろうっていうイメージがあるんで3つで、なるほど、クオリティね高いな、高いよね、すげえやるな、何よりも注目したいのがね、漢字の少なさだよね、ちゃんと難しい漢字がねみんなひらがなになってるっていうね、なんとなく4つかな、はい、やったー、あー魅力ね、川越のキャンプっていいよね、3つでやったー骨髄完成で2でマジで完成はい、で合計5、10、12ですね、骨おー、高そう、わかんないけど、わかんないけど高そう、骨2本です、おめでとうございます、 ありがとうございます、高得点だ、先生、これは押したいんですっていうプレゼンは一言つけてもいいんですか、あ、そうだね、プレゼンで返答しようか、じゃあ甘党ケマがいるからこそバーベキュー場にケーキがあって、ケマが全部ケーキを食べたっていう日記になってるのでやっぱそこの評価はね、してほしいかなと思います、強いな、いやー、美味しかったですねどれに入れんだ、クオリティか、甘党ケマといえばジップロックにお砂糖を入れて学校に持ってる確かにな、グラム全部食ってんだよな、あいつ、砂糖をそのキャンプにケーキっていうマイナスがプラスに変わる瞬間だよね、やっぱりそれはやっぱね、グラブジャムをね、5つも一緒に食べてしまうぐらいですからね、そうですね、化け物だもんね、はい、クオリティ星5ですねうわー、上がっちゃった、上がったやべえ、押せるところねえぞ、こっちプレゼンねえぞ、ビーチだよね、多分ビーチだね、で、まあ、制作中聞いてたからわかるけど、あれアイスクリーム屋だもんね、アイスクリーム屋なんだ、そうなんだ、海の家か、そうなんだよね、海の家、海の家だ、そうだ、そうなんだ、いいですね、でも夏休みっぽくはもう海ってだけでだいぶ強いんだよな、強いですね、星4かな、おー、高いな、思ったよりクオリティか、まあね、曜日が晴れだからないや、まあ、それはね、俺のポンコスタ具合がね俺のポンコスタ具合で本当にこれ小学生みたい、間違いがそうですね、クオリティ2かな、あま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 あ、まあ、魅力か、魅力な、でも海行きたいな、3つでおはい、おむず感謝な、明らかにあまり離れてないところにでかいボタンもいいないいよな、たまたま入りに取ったんだよね、たま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 ね、たまたまなんだ、たまたま、そうそうそう、まあまあまあ2ぐらい上げちゃうやったやったはい、あとはプレゼン、プレゼンポイントあります、なんかプレゼンポイント、魚がいっぱいいたよ、あのちゃんと海辺にいる人っていうことで、あのちゃんと海パンを履かせて、そうですね、あ、海パンなんだよ、なるほど、おむず感謝プラス1でいいや、お前提としてね、2組とも提出期限1年もやってない、ね、あれは短すぎるんだよ結果こんな感じです、僅差、なんか僅差なんだけど君たち何なんということで、ケマポンの勝利ですね、やったー、やったということで、まあ、全員ね9月1日の昼頃に今日のスタートなんですけど、今回の動画いかがだったでしょうか、実際ね夏休み思い出してね懐かしくみんななったんじゃないの、3人とも、やっぱりね、宿題を早めに出しましょう、間違いない、宿題は早めにやろう、出した方がいいよ
ということで、はい、この動画が面白いなって思った方と、やっぱり宿題を早めにやった方がいいなって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、おつまみ、おつまみ、バイバーイ。重ね重ね、そんないっそう悪くないわ。酔いどれ知らずの恋が好きだから。